ん見てください、こちら十字路のところの上に、この虎のアート 3D アートが、飾られています。ぜひここも見てくださいね。はい、そしてこの進んできて右側にこの虎側の、3D ビジョンが見えるので、そしたら左側の方の道に曲がってください。はい、こちらはグルメの通りになってます。屋台が、ね、結構多いです。でこちら見てください、臭豆腐のお店です。はい、こちらはラオフイエシ、ラオフの夜市にもあるフージャオピンのお店です。シリンの方でも食べれるので、お好きな方はこちらで買うのもいいですよ。すごい丸々して美味しそう。こちらは焼き鳥みたいなお店ですね。いろいろとお店があって迷いますね。なんか目移りしそう。何食べようかな。こちら見てください、ビブグルマンにも選ばれた美味しいミエンシェンのお店、ここすごくおすすめです。香山洋吗？皆さんこの前に、お寺があるんですけど、お寺の前で結構皆さん食べてます。一緒に私もここで食べてみます。いただきます。もつが入ってます。うん、美味しい。かつお節の味がすごく濃厚で、あとこのもつとそれからイカのすり身も入ってます。でパクチーも選べれるので、好きじゃない方はパクチー入れないようにしてもらったらいいと思います。こちらはシーリンの中にあるマーズーという、神様が祀られているお寺です。じゃあせっかくなので私もお参りしたいと思います。こちらお願い事をするときには名前と住所とお願い事を一緒にするといいそうです。このようこちらはアイユーといって、ゼリーのようなものですね。レモンが入っていて夏に飲むのはぴったりのドリンクです。あ、いいか。はい、こちらは、パパイヤミルクを買いました。50元ですね。日本円で約220元ぐらいかな。飲んでみます。すごい濃厚で美味しいです。これは買ったらすぐに飲んだ方がいいです。ちょっと置いとくとあのプリンみたいになっちゃうらしいので、新鮮なうちに飲んでください。あ、こちらはディグア町ですね。タピオカ粉と、さつまいもの粉を、練ったものが油で揚げてあります。でこれ潰していくとどん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 膨らんでいきます。はい、お寺の前を通ってきたら今度はこちらまた右と左に分かれる道があるので、今度は左側の方に向かっていきます。ちなみにここを曲がらずにまっすぐ行くと今あの人気のエリンギのお店があるんで、ちょっとだけ見てみようと思います。こちらは、見てください、あのタレを塗って、エリンギを焼いてるんですけれども、その上にさらに、いろんな味のパウダーをかけるみたいですね。9種類の中から選べれるそうで、塩、レモンとか海苔とか、クミンなどいろいろあるみたいです。お姉さん結構遠くを狙ってます。こちらはもうあのゲームがたくさん並んでる通りですね。このゲームをしていったら、プレゼントがもらえます。ぬいぐるみとか、他には何があるの？おもちゃとか、そういったものがいろいろもらえるみたいです。で、カメラマンさんがゲームをやりたいっていうことなので、急遽ゲームをやることにしました。
腕前はどうなんでしょうか。もうちょっと大きいの方が、はい、あれから結局30分も遊んでしまいました。結果負けて、2人とも負けてしまったんですけど、すごい楽しかったです。あの、簡単なゲームなので小さいお子さんと遊んでもいいと思います。ここはいろんな文字が書いてある T シャツがありますね。面白い、あ、見て、あのスターバックスみたいな似てる T シャツとか、カフォバッグも幼稚園には売ってるみたいですね。なんか最近売り始めたみたいですよ。はい、最後はこちらのシーリン幼稚の看板のところに出てきました。はい、美味しいグルメも食べれたし、ゲームも楽しめました。皆さんも台湾に来たらこのシーリン幼稚に遊びに来てくださいね。バイバーイ。ジューシーですね。これビールとかにも合いそう。美味しいです。